3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。トライアル第12レース、1号艇遠藤と2号艇田口、さあ2号艇田口が出ていく、一周一幕2コースから2号艇田口がまくる、インから1号艇遠藤に続いて4号艇細川に3号艇渡辺、先頭は2号艇田口哲子、スタートは前提正常でした。トップに立ったのは2号艇田口哲子、2番手が3号艇渡辺由美、その後ろに1号艇4号艇並んで、内を取っては5番と6番、一緒にマーク先頭2号艇田口、2番手は3号艇の渡辺由美、その後方3番手、ここは1号艇遠藤恵美がリードしてきました。そして2番手を走る3号艇渡辺にも接近中、2番手3号艇渡辺由美、内を取っては1号艇遠藤恵美が一定審査、レースは2周目1マーク、先頭は2号艇田口がクリア、2番手1号艇遠藤が先に待ってくさす、3号艇はここはバウンド交代、1号艇遠藤が逆転、2番手は1号艇遠藤恵美、3番手で3号艇渡辺由美です。トライアル第12レース勝利へ向かうのは2号艇田口哲子、最終ターン幕をクリアです。2番手で1号艇遠藤恵美、3番手は3号艇渡辺由美です。第12レースまもなくゴールです。2番ゴールイン、1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、6番4番ゴールイン。今日はかなりいろいろ含めいい初日になったんじゃないですか。いや、ちょっとやっぱ緊張しました。あ、そうですか、はい、さあ、そして抽選で1枠を引きました、はい、笑顔弾けてましたね初めて1号艇引いたんで、はい、よく嬉しいです、はい、では明日期待したいと思いますので、はい、全国のファンの方へ一言お願いします。緊張すると思いますけどリラックスして頑張ります。